はい、こんにちは、リオアズナブルです。第1回、誰でも明日から挑戦することができるモノマネ講座、イエーイ。ということで、今日から勝手に始めましたモノマネ講座です。第1回のモノマネはもう皆さんにね、ちょっとね、開始伝を習得してもらおうと思って、これすごい簡単なんで、もう明日学校とか職場とかで使えるんでね、もうすぐマスターしていただきたいと思います。それでは、まあ、とりあえずお手本いきます。いきます。アムロやべえ、似てねえこれでちょっと、まあ雰囲気がちょっとポケればいいかなみたいな、まあ、ちょっと分かってくれると思うんで、セリフ的にもアムロって言うんでこれ、お、なんだこれは、これあれじゃないですか、開始伝っぽいでしょ。ちょっとアをね、あの長めにで、ムロみたいな感じにすると開始伝っぽく聞こえます。はい、もう一回言ってみましょう。リピーター二見、アムロはい、リピーター二見、はい、もうクリクリ、アムロ、はい、もうクリクリはい、できましたね。はい、皆さん優秀です。これ明日でね、ちょっと学校とか職場でちょっとやってみましょう。ということで、今日はハマーン様がね、来てるんですよ。なんとちょっとね、ハマーン様覚醒キュベレー持ってるんで、まあやっぱりね、覚醒キュベレー用じゃないんで、なんだっけな、射撃タイプにあれなんだよな。ちょっと待ってくださいよ。これ射撃タイプの機体の防御力が 37% アップだから、本当の白い普通のキュベレー用なんでしょうね。覚醒キュベレーは格闘なんで、でもまあ専用パイロットって欲しいじゃないですか。だ、今回はちょっとハマーン様を狙ってキャラガシャ行きたいと思います。でもしメタルがね、余るようであれば単発でキュベレー行ってもいいかなっていう、普通のあれも結構ね、ランク、まあリセマラランキング上の方なんで結構使えるんですよ。遊びでやってんじゃないんだよ。そうだからね、この私の力、お、見くびってもらっては困る。見くびってません。出るぞ。よっしゃ、じゃあちょっと行っちゃいます。じゃあ早速ガシャの方行っちゃいますよ。11連ガシャ。ちょっとハマン様の時引こう。この私の力、よっしゃ、見くびってもらっては困る。見くびってません。目の前で行ったらぶっ飛ばされるんだろうな。とりあえず行きます。来い。でも神湯でもいい、お願い、一個でも来る。やば、銅が来てる。あ、お願いしますマジかよ。ちょっともうもう分かってるもんだって。アームローアームローですよ、気持ちは。もううわ、マジかよ。サハリン出てんじゃん、サハリン。もうどうしようかな、どうしようかな。キャラオーバーっていうか、雨すごくない？ちょっとね、シングルでちょっとなんか狙ってみたいと思います。今日は雨すごいんだけど。よし、行け、カミユ。キュベレー持ってこい、キュベレー青か、なんか最近青すげえ出んな。まあ今日はこんな感じで、また次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録とかコメント、もしよろしければお願いします。また面白い動画出しますんで見てくださいね。お疲れ様でーす。